この間何の気なしにテレビを見ておりましたら、確かニュースみたいなもんでしたがね、宝くじというものが大変に盛んで、ことにご婦人が多く買うそうですな。3人に1人の割でお買いになる。周りにいる人に聞いたら、いや俺買ってないよ、私も買ってない、俺もだなんて買わない人が多いようですが、よく聞いてみるってえと、18歳を過ぎてからすぐのあたり、そのあたりのご婦人や男の方、ずいぶんその宝くじ買うそうですね。もっともわずかでもってドーンと当たればお金が入るんですから、どうしても買いたくなりますが、その時にもっとその金額を増やせという意見が女性から上がって圧倒的に多かったそうですね。ご婦人ってのは欲張りなんですな、どこまで行っても。とにかくその宝くじというようなものをお歳暮に使うとか、あるいはお年賀に使うなんということで、みんな随分利用しているもんだそうですが、昔はそれに変わるのがまあ富ですね。本当は神社仏閣やなんかが火事で焼けちゃったとか、あるいはだいぶ古くなって壊れちゃった、それをこの修理しなくちゃならない、ね、この徳川家にゆかりのあるお寺ね、護国寺ですとか、あるいは増上寺ね、そういうところやなんかは、徳川家がちゃんとこういろいろとゆかりがあるから面倒を見てますが、でそうでないところはやっぱり、旗本だとかなんとなんか関わりがある、で関わりがあってそのお金はかなり出してんですけれども、度重なる大火やなんかでもってね、そのたんびにそのお金を出すってわけにいかない、と言って檀家からみんな集めても、なんかこう立て直すというほどは集まんない。そこで考えたのがこの人寄せでもって誰でも買えるというような、まあある程度のその金額でみんなにこのくじをってんでね、うまいことを考えたもんですね。これはもう流行って流行って、もう文化文政の頃は3日に一遍は江戸中でどっかでやっていたんだそうですね。ですからもうその富に狂っちゃってね、それこそもう身代をだんだんすり減らすとか、あるいはこの富に夢中になっちゃってもうどこにも行かない、ね、仕事にも行かないなんてんで、それで方々借金だらけになって夜逃げをするなんというような、そんなことやなんかがだん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 増えてきたんで、天保の改革というんでなくなったそうですがね、それはもう大変な流行りのもんだったんだそうでね、もうみんなが夢中になるというようなわけで、ちょいとお前さんどうすんだよ、28日だよ今日は、そこまでお正月は来てんだよ、どうすんの？どうすんのってさ、だからさっきから俺言ってるじゃねえかよ、その反転を脱ぎなっての、その反転を、嫌だよ、何を言ってんだ、とんでもない話だよ、また富を買おってんだろ、いけないよ、当たる試しがないんだからさ、ね、よしなさい、そんなものね、それより方々歩いて散弾してきておくれよ、いくらでもいいからさ、方々払いしなくちゃなんないんだから、そうしておくれよ、いいから大丈夫だよ、脱いでくれってんだよ、いや嘘じゃないよな、今度ばかりはバカに俺は夢見がいいんだよ、だからこうパッと当たるよね、俺はね買ってみなきゃ当たらねえんだからさ、な、当たらおめえ千両だよ、そしたらおめえ武元になるんだ、今まで突っ込んだかんだってみんな取り返すら、そうだろ、これでもおめえなんじゃねえか、そこら中の借金だってなんだってみんな払えんだよ、当たるは大したもんだ、当たんなかったらどうすんだ、当たんなかったらだって買わなきゃ当たらないんだよね、だからとにかくそれを脱ぎない、嫌だよ、何を言ってんだよ、これ私の一丁だじゃないか、これはねおっかさんの形見なんだよ、ね、それを質屋に持ってかれてたまるかい、形見だってなんだっておめえもらっちゃったんだろ、もらえおめえのもんじゃねえか、女房のものは亭主のもんだよ、亭主のものは亭主のもんだよ、じゃあ私のものはないじゃないか何を言ってんだね本当に、まあそんなに富にばっかり夢中になっちゃってさ、だからこういうことになるんだよ、そんなに富が好きだったら私と別れて富と一緒になったらいいだろ、何をくだらないこと言ってん、早くいいから脱げよ、やだよ脱げなんてんで嫌がるのを脱がさましてね、こいつを抱えて質屋に持ってって、ああ番頭に掛け合うというよりは脅かしてね、一部にしばかり懐に入れるってえとすぐに湯島天神の札場へ飛んできた、おうちょっと札をもらってんだ、いらっしゃいまし、どうぞどうぞ、どうぞおかけくださいまし、こんちはまた大層な天気になりましてな、皆さんも大変に大喜びで、そうなんだよみんな喜んでんだ、俺も喜んでんだよ、まだ始まらねえんだろ、まだでございますよ、おじゃ一つ札をもらってんだ、手前でも商売でございますんでな、札を差し上げますが、番号に何かお好みがございますか、それはあるんだよお好みが、悪いけれども当たったよ、今日の石間のこの富は千両俺に当たったどうもありがとう、まだ始まっちゃおりません、いや始まっちゃおりませんたってね、俺に当たるんで分かってんだよどう恐れ入りますな、結構でございます、皆さんそういうおつもりで、みんな富の札を買ってくださいますんでな、その番号の、お好みというのはそれなんで、俺はとっ
最もいい夢見てな。いや夢じゃなくて、いやその番号、お好みの番号。いやだから話を聞きなってんだよ。いい夢見たんだよ。正夢ってことがよくあるだろ。おう、俺の見たのはな、はしごのてっぺんに鶴が止まっとるんで、どうだいこんな夢なんてのはめったに見る夢じゃねえぞ。なあ、だから俺は気に入っちゃってさ、ねえ、あこれだなと思ったよ。いろいろと考えた。いいかな、鶴は千年ってえだろな。だからまず鶴の千とくるよ。ねえ、はしごだ、はしごとな、鶴のはしご以外845番、鶴の1845番っていうのを俺はもらいてんだ。ああはあはあはあ、なるほど、夢判断で札をお買いになる。ああ、さようでございますか。ちょっとお待ちくださいまし、調べてみないことには分かりませんですからな。ちょっとお待ちを願いますよ。鶴でございますな、鶴、鶴はこれでございますな。ちょっとお待ちを願います。鶴の1845番。ああ、再度ございますか。ちょっと調べてみましょう。方々でこの札を売っておりますんでな、手前どもであればお売りいたします。もしない場合には鶴の1800、そのあたりはございますがな、ちょっとお待ちをね。ああそうですよ、たった今売れたばかりです。え、売れた、一足違いで。おい、冗談じゃないよ。おい、それは俺が買うんじゃねえか。いや、あなたが買うと決まったわけのもんじゃございません。先に来て買われた方はそら、買っていくんってものがございますから。買っていく、だっておめえ冗談じゃねえな。おい、そら、おい、それあの、おい、じゃあもう一枚同じの売ってくんねえな。いや、そうはまいりません。この札は一枚きりのもんでございますんでな、恐れ入りますがどうぞ一つ、お諦めを願います。諦めてくれたっておめえ、なんだな、おい、せっかく俺はおめえしゃって歓迎出したんだよ。当たると思うからよ。だからしょうがねえな、どうねやらなかったんだい。ちょっとお待ちを願います。お住まいは馬道八丁目でございますな。それで家主が、源兵衛さんで、ご当人が太郎兵衛さんですな。源兵衛太郎兵衛かい、そっちが買っちゃったのだな。俺と同じ夢見たのかな、それとも俺の見た夢立ち行きしやがったかな。夢の立ち行きしたやらございませんですな。いかがでございます。両袖がまだ残っておりまして、鶴の1844番、それから鶴の1846番とございますが、これではいかがです。それじゃ見得になんねえじゃねえか。何を言ってんだよ、ダメだよそれじゃあ。そうですか。それでは誠に相すいませんですが、あなたのお好みの番号はないということになりました。お気の毒様で。てん、あったよ。ああ、人は七階だってやら、父親め悔しいね。だからかかだって、そうだよ、早くに判定脱ぎゃいいんだよ。いっちゃだろ、片身だろ、なんか抜かしやがって、本当に。それだけじゃねえ、かかだけじゃねえよ、七階の番頭だってそうだよ。ねえ、こんな判定じゃとてもじゃないが、そんな高いお金はつけられませんなんてやって、とどのつまりはつけたんじゃねえかな。だったら早くに貸しゃいいんだよ。人は七階で買われちゃったよ。こういうの当たるよ、こういう時は当たるんだよ。ねえ、俺はいつもそう思ってんだよな。ふっといい夢見てね、あこいつだなと思ってね、これを買おうと思う時に限ってまた銭はねえんだよ。気にしたるってえと、そういうのはね、まあ、千両とまではいかねえにしろね、200両だ100両だなんていうのが当たってることがあるんだよ。だからな、買い損ねたからな、これ千両当たるよ、ちきしょうめえと。はあ、俺もいけねえな、運がねえな。この年くれえ来てよ、なっちゃったな、またかかあがうるせえぞ、どうしようかな、こら年は越せるかしら。ああもしもし、それおいでのお方。ああもしもし、あなた、俺かい。大層心配そうな顔をしていらっしゃいますがな、一つ見て死んでましょうかな。ああ駅舎先生ね、見てもらってもしゃあねえんだい。もう手遅れなんだからな。ああおう、そうでもねえやな、同じこったら見てもらおうじゃねえか。そうすりゃな、夢の見得が当たってるかどうかってのは分かるよ。今度はいい夢見た時にな、ちゃんとそれが、なんかの足しになるからな、見得のつけようが分かるってやつ。じっと見てもらおうかな。先生、一つ見てもらおうかな。さあさあさあ、どうぞこちらへお座りくださいまし。禁断縁談背物走り人、何でもピタリと当たる。そうかい、それはありがてえ。実はね、一緒に夢見たね、夢見たの。おお、夢判断。ああどのような夢をご覧になりましたな。それがね、はしごのてっぺんに鶴が止まってるんだよ。おうおお、はしごのてっぺんに鶴が止まってる。ね、だからまあ昔から鶴は千年定だ。ね、だから鶴の千とまず置くよ。ね、はしごだから845。ね、鶴の千845番とこれは当たるだろう。どうだい。おう、どうだい。まあ静かにしろ。ああなるほどな。
ああ夢判断で札を買おうという、はあ、お前さんは富士子ってなさ、さあよした方がいい。なああいうものは当たるもんじゃない。第一一部出して千両を取ろうというその条件違いがいかん。なああそういうことでは当たるもんじゃない。人間は働かなくちゃいけませんよ。万に一つしか当たらないというもんだ。ああまず当たらない。ああ私が受けよう。んなもの受けなくたっていいんだよ。そらよ悔しいじゃねえか。今買いに行ったんだよ。おしたら先に下足で売れちゃってんだよ。おおそらよかった。よかったってことはねえじゃねえか。冗談じゃねえ。せっかくこっちはね剣徳でもって買いに行ったんだよ。先に買われるってんだよ。ほらなんだいこいつは。どうしてくれんだよ。どうしてくれんだい。いや私に言われても困る。ほならなんだって関わり合いだ。冗談言っちゃいけませんよ。そうですか。いやちょいとお待ちなさいよ。ご素人の方はよくねそうやってご自分で判断をなさる。いやいや、まあちょいとお待ちなさい。では私がね判断をしてみましょう。はしごの上に鶴が止まっていて、ああなるほど鶴は千年で、はしごだから鶴の1845番と、なるほど、嫌な笑いをしやね、こんにちは。いけねえかい。やっとああそのな、鶴の千というところまではまことによろしいかな。あとのはしごという845番というのがこれがどうも具合が悪い。いけないかい。ここらが素人と商売人の分かれ道。どういけねえんだよ。なぜ845番です。なぜ845番だって分かりきってるんだ。はしごだからさ845番でいいじゃん。それじゃああなたにお聞きするがな、このはしごというものは下から上に登るためにあるべきものか、あるいは上から下に降りるためにあるとどちらだ。それはおめえ下から上に登ったり上からこう下にタッと降りてきたりするためにあるんだ。だからはしごじゃねえか。いやそうではない。私の聞いているのはな、上からこう降りてくるのに肝心な道具か、下からこう登っていくために余計いるような道具か、そこのところを聞いてる。だからその登ったり降りたりするからはしごじゃねえか。じれってえな。同じこと聞くねえ。一つこと同じこと同じことは一つこって。だからどうだってんだい。どうもお分かりがないようだな。それではな、例えを敷いてお前さんにお話をしよう。仮になお前さんが2階にいるとする。俺とは似てねえんだよ。いやまあ例えな。まあ2階にいる時に下で急な用事ができた、すぐに降りなければならない時にはしごがなかったらお前さんどうなさる。なんなわけねえじゃねえか。こったら見分かりな自慢だよ。なもの驚かねえ。ひょいと飛び降りちまう。飛び降りられる。られるったってこっちは見分かるんで、ひょいとどってことはねえよ。そう。では今度はな、お前さんが下にいて2階に急な用事ができる。すぐに上がらなければならないが、その時にはしごがなかったらお前さんはどうする。じゃあないっちゃいけない。こったら見分かりな自慢だよ。なもの下から2階へパーンと飛び上がれるか。それねえ下から逃げボーンと上がれるか。それはまあどうすまねえ。謝るか。上がれる。いや上がれるわけやない。いくら見上がるくたってそうだ。してみると2階から降りる時にはお前さんは今いらなかった。2階に上がるにはどうしても入りようだ。はしごというものは降りるよりも下から上に登るためにあるべきもの。してみたらば上からはしごと行くのはこれは間違いだな。下から登っていかなければいかん。548と548番、鶴の1548番と買うべきもんだな。なるほど理屈だよそら。そうかい。うわったあったありゃたらと。なるほど商売商売だ。つらまずいが言うことはめや。本当によしありゃたよ。あばよ。おこれこれ権利は後で払うよ。本当に冗談じゃねえや。おごめんよ。おまた来たよあの人。いらっしゃいまし。先ほどの鶴の線、845番といらでもういらねえんだ。なもな、なもないらないよ。源兵衛太郎にやっちゃうんだもないらねえ。それよりなおめえはしごてえものはな、下から上へ下るものか上から下へ登るものか、あべこべだぞ。どっちのもんだとおめえは思うよ。何でございます。だからさ、はしごってえのはこう登ってくもんか、それとも上からこう降りてくるもんかい、どっちだい。そら下から登ったりも上から降りたりするべきもんでございますな。両方に利用でございます。それがお前は素人だって。
そうじゃねえんだよ。わからねえだろ。いいか、教えてやるからよく覚えとけ。例えの話をするよ。え、おめえがもし二階にいらな、下に急な用事ができた、すぐに行かなきゃならねえ時にはしごがなかったらおめえどうすんだよ。え、おめえどうするよ。うん、それは弱りますよ。弱んのは誰だって弱んだよ。え、だどうするよ。うん、そうですな。誰か大きな声を出して人を呼んで橋を持ってきていただきますな。やろう。それじゃ話になんねえじゃねえか、バカ。そんなことしねえで橋はなかったらパーンと飛び降りたらいいだろ。あんな2階から飛び降りられませんよ。もう飛び降りられませんなんて言ってねえで、おめえそんなやったらパーッと、じゃあもう飛び降りられなかったら落っこちろ。怪我します。怪我したっていいじゃねえか。怪我したって落っこちろ、おめえ上から下へはタッとこらえるんだよ。その逆だよの。今度おめえが下にいて二階に用があってすぐに行こうと思った時にはしごがなかったらおめえどうすんだい。パーンと上飛び上がれるかい。どうだ、うん、そんなことはできません。できねえだろ。どうだい、謝るか。いや別に謝りません。おそれだよな。だからはしごというものはな、下からこう登っていかなくちゃいけねえってやつだな。そうすればおめえはしごと来ちゃいけねえんだよね。うん、こちら五四八と組んで548だな。通の千548番ってのをもらいたい。あーはー、なるほど。それがあなたのお好みの番号に。そうですか。大層遠回りをなさいましたな。先ほどのこれは鶴でございますな。ちょっとお待ちを願います。鶴の線、今度は548番548、548番540。はあはあ、あなたの念が届きました。先ほどとは違いまして両袖が売れておりまして、この鶴の1548万だけ残っております。残って、ありがてえ。おい、それ売ってくれ。それ俺のまあ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 他の方にはもう売りません。あなたにお売りいたします。まあ落ち着いてくださいましよ。ちょっとお待ちを願います。さようでございますか。恐れ入りましたな。はしごがそういう具合になるとは思いませんでした。あなた様のお名前は。さようでございますか。八五郎様。どちらにお住まいで。神田三河町。お家主は。弥平さん。さようでございますか。かしこまりまして。それでは札の方はお渡しいたしますんでな。鶴の1500。ちょいとお待ちをね。これが鶴の1548番でございます。どうぞお受け取りか。それでは一応いただきます。どうもありがとうございました。まもなく札をつきます。もう境内の方に。どうぞおいでくださいまし。境内の方へ来るってともいっぱいの下でございましてね。寺社奉行が出役でもっていろいろと警護をしております。もう横の川の突っ張った連中でもういっぱいになってわー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 言っておりますが、そのうちに大般若の度胸というものが始まるもんだそうで、途中でもって御富つきますという声が一声かかる。すっかりお経が終わるってえとまた改めて御富つきますという声がかかったもんだそうですね。そうするってえと今度は世話役が富の札の入っている大きな箱のところに紐がついております。それを持ってガラーガラーガラー、早い話がこの札を混ぜるってやつですね。こうやって切るのと同じですね。それをしばらく経つってえとトンと元に据えるってえと今度はシーンとしてまいりました。目隠しをした人が長い霧を持って箱の上に穴が開いております。その中を目開けてトーンとつきまして、刺さった札を正面に見せるってえと子供のかんばしった声で何番何番と読み上げてまいります。本日の御富一番という声がかかるってえと今までとはガラッと違いまして、水を打ったようにシーンとなってしまいました。本日の御富一番、鶴の1548番、鶴の1548番。ララ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 ラあちゃあちゃあなんだとつるの線548番、あちゃあたったあちゃあたったあたった。おめえがおい運のいい野郎だね。おいこのくらい来て、そうか、じゃあほいくおめえ商売ってもらっていいねえな線量。違った、あちゃあ腰が抜けちゃって立てねえ。しょうがねえ野郎だな。おい聞いたろ、こんな運のいい野郎がいるんで、一つあやかろうじゃねえか、みんなで担いでってやろうなんてんで、親切な野次馬が5、6人でもってあちこのことを担ぐってと、うわっしゃいわっしゃいわっしゃいってんで商売やってまいりました。この人が当たったそうだよ。さいでございますか。どうもありがとうございます、ご親切様に。おやおやおや、あなた様がさいでございますか。どうぞこちらへお上がりを。どうぞ中へ、どうぞこちらへお上がりを。どうぞ。いや
上がった人も今ちょっと上がるのどうなさいまして、ああ、さいでございますか、早もし、いえいえ、無理もございません、皆さんよくそうなりますんでな、あ、誰かいないか、あの方をな、こちらへあお上げしてな、うん、肩を貸してあげて、さあ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 どうぞ、あ、おい、あの水を一杯汲んでおいで、え、うん、湯飲みにな、さあさあそこへお座りになって、お冷やを一杯召し上がってくださいまし、そうすれば、落ち着きますからな、大丈夫でございますか、うん、あちゃあちゃ当たった当たったの、千両千両当たったのよ、分かりました、それでは恐れ入りますが、どうぞちょっと、札を拝見したよ、札はこれなんだ、どうぞ、鶴の千548番、間違いございませんですな、それから、ちょっと改めてお伺いをいたしますが、お名前は、何とおっしゃいます、八五郎さん、八五郎さん、でお住まいは、神田三河町、ああそうです、でお家主が八重さん、間違いございません、それでは千両をお渡しということになるんですがな、ご承知でもございましょうが、今日お持ち帰りになるってえといろいろと引かれましてな、2割引かれます、それを来年の2月までお待ちになりますってえと千両丸取りということになりますが、その方がお得かと思いますがどうなさいます。いや、なんだかそれは俺よく分からないでしょ、どういうことだ、いやですから2割と申しますから200両引かれますな、200両そんな引かれちゃうの、じゃああらかた残ってねえでしょ、んなことない千両のところから200両引かれるんですから800両ありますがな、800両800ずっとあの50両より多いの、そりゃそうな50両が16でございます、送んね、俺そ今800でいいから送んね、さあでございます、まあまあそう慌てずにな、さでございますか、お金はお渡しいたします、間違いがございませんですからな、お渡しいたしますが、いかがでございましょう、私どもはなお金を渡せばそれでいいようなもんの、帰りに何か間違いでもあるってえと寝覚めが悪いございますんでな、お連れさんもいらっしゃらないようでございますから、いっぺんあなた、お宅にお帰りになりまして、町内の頭でも頼んで景気よく、取りに参ったらいかがでございましょう、そんなことしてる場合じゃない、かかが分かるって言ってやんだよ、冗談言っちゃいけないよ、ひどい目に合わせなくちゃいけないんで、これから帰ってね、本当だよ、そんなに富が好きだったら富と一緒になれなんか言ってんだからね、これから帰ってね、すぐにパッと見せなくちゃいけない、そんなことしてる悠長な場合じゃねえんだ、ああそれでございますか、結構でございます、それではすぐにお金は揃いますんで、お金は揃いましたな、じゃあそれをそちらに持ってきて、あ何、ああそう、あのね、50両包みばかりじゃございません、25両包みが6つばかり入っているそうで、どうぞ一つお改めを、はあ、これ800両ほらよ、へえの、ああそうですか、分かりました、これいい、ある本当にいいもらっていいんだね、本当にいただいていい、ああそう、じゃあ私もらってみますよ、ねっ、ね、こうやってね、腹の中にね、こうやってみんな入れちゃいますから、ああ、それでございますか、大丈夫ですかな、入りますか、かなりの重みで切れたりして落としたりするといけませんですが、体操膨らんできましたな、まだかなり残ってますが、どうなさいます、なんか何も驚いちゃいけねえ、なんかこんなもの、こうやってな、何をすんだ、こんなところで桃引きを脱いで困りますよ、どうすんです、どうすんだじゃねえ、ね、この足のところ、ちょっとこういう具合にな、両方こうやってキュッと骨を結んでな、ね、この中にこうやって、両足にこう、足の入るところ、お足が入るというね、なるほど、うまいことをお考えになりましたな、その股のところはこう下げておりますんで気をつけてください、そこをキューッと結んで、そうして首をかける、そうそうね、これかって反転をこうして三脚をこうやって上からこうやってな、どうだ、ひゅっとこうしたらこすりゃいいんだ、どうだ大丈夫だろう、誠に妙ないでたちになりましたんですが、くれぐれもな、帰り道気をつけて、どうも、ご苦労様でもありがとう、奥さん今帰ってきた、なんだよこの人、どこ行ってたんだよ、谷さん、あらお前さんどうしたの、桃引きはないじゃないか、反転だけじゃ足りなくて桃引きも質に入れたのかい、あんなもの取るかい、ほらおめえ、どうしたんだよ、ダメだよそんな土間に座り込んじゃさ、こっち上がったらいいじゃないか、上がるねんで、すまねえ、手引っ張ってあんつくれ、世話が焼けるねこの人、本当に何をして、こっちうわっと、おい邪気にするな、横になったらなかなか起きないねんな、いやさ、おい
表戸を閉めて戸えしんばるかっちしんばるろあそれであの雨戸も閉めちゃい人に覗かれるといけねえからね早くしろ早く何でもいいから早くしろよそれでもって明かりをつけろ明かりを、うん、あそうそうそれでいいそれでいいこれは俺ぐっとあなんだしみじみ見ると汚ねえうちだな俺はこんなところに住んでいたのかなどうも何を言ってんだよお前さん様子がおかしいよねえ顔色だってよくないしさ目だって血走ってるよどうしたんだよねえ当たんなかったんだろだからよしなってんだよ本当にねえどうしようもないもんだからそんなことやってなんかごまかそうったらツアー行かないよねえ本当に私にね離縁してもらいたいね分かるとおくれ富と一緒に分かった分かったうぜいしょだもっとやね驚くな本当にいろんなこと言ってやった本当にねふよいしょよいしょいいか見ろねそれどうだほら何これなんてねえ知らねえんだろてめえなんて見たことがねえからそんなこと言ってんだこれおめえな50両ずつみだ切り餅ってんだよこら50両だあらまさか何これ本物本物だよまだあるんだよいいかほら見やるどうだほら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 まだこんなにあるほらどうだほらどうだあらあらちょっとお待ちよどうしあらそのどうしたのもしなんかあらもうじゃあ何かまさか富当たったのが当たったんだよあらはあ、おい、おだってぼっとしたんだ、無理のねえや。大丈夫って水飲んでこい、水を。たまにやれ、こんちくしょう。分かれてくるだろ、なんだろ、いやって、本当に。おう、分かれるか？そら、前の話だよ。だから、私は言ってるじゃないか。ちょくちょく富屋買わなきゃいけないって。何を最初に言うこと昔あって。来年の2月まで待ちゃ丸くなってんだけど、そんなことしたらいねえから、こっちは2割引かれてくるのめ、800両あるんだよ。800両まあお前さんこらいいお正月ができるよねえほぼの払いだって楽じゃないかこんだけありゃさねえまあよかったね夢じゃないんだろうね夢じゃねえよねこんだけ金のあるやつは今いねえぞああうん金のねえ国生きてくれだああよかったよねえお前さんえ私にさ着物買ってくれるかああ買ってやるよ着物なんだ何でも好きなもの買えああ豪勢にわってやるじゃねえか十二人でも何でも着ないさいいからね、私ね、頭の部分欲しいんだよ。この間おきみさんがさ、ね、三五時のさ、三分玉だろうね、こうやって刺してるんだよ。あれ、ああいうのやっぱり私も欲しいよ。んでお前、三分玉なんてしみったらでもっと言うね。一尺玉でも何でも買わない。もう黒い。そんなのありゃしないよ。それからさ、払いといえば、ね、大家さんところのさ、家賃が溜まっちゃってるんだよ。何を？大家のところの家賃だ？何を？いや、名前驚くんじゃねえぞ。いくつ溜まってるんだ？何を？八つだ？ね、八つや九つなんだ。へみてえなもんだ。おいいよ。俺はこれから言ってな。ちゃっ、払ってくるよ。な、10年分ぐらい先納めちまう。そんなに払わなくたっていいよ。お前さん、何を言ってるんだよ。それからさ、お前さんだって欲しいものがあるだろ？うん、うそ。そうなんで、俺はみちみち考えてたんだ。毎年正月になるってえと、いつも俺は旦那のお供でもって印番店を着て、年始回りずーっとお供だ。今度はな、今度の正月はおめえ、俺はてめえでもって年始回りをしようと思うんで、してんだ。もうそれはしたらいいじゃないか。うん、それしたらいいじゃねえかったってさ、ただしたくねえんで、旦那と同じような格好をしてえと思って、ほら、こういうのがあんだろ、こっちっぱらかっちゃったの。あれだよ、上下外装。ほら。まあいいかもしれないよ、お前さん。お前さんだってまんざらじゃないんだからさ。ちょっと飾ったら見られるようになるかもしれないよ。いいよ。やってみねえ。ほうが、おらして、こう、ざっと、こう、回って、だからさ、おやりよ。ね。さ、大家さんところ行って、店賃を納めちゃったらね。その足でもって一夜の甘酒屋行くんだよね。ね。そこ行きゃ、あそこはもう江戸一の古着屋なんだから、何でも揃ってるよ。いいかい？これからあつらえったってね、もうお正月はそこまで来てんだから間に合いしないから、いいかい？あそこ行きゃ、何でもあるから、いいね。もう長襦袢から着物からね。からもう上下から。旅から何かで脇に刀屋もあるから脇差しでも何でも白線もそうだよみんな揃えてくるんだよ分かった分かった、じゃあ行ってくる、あんな いくらぐらい持ってったらいいんだよそりゃ分かんないよ私だって初めてだもん、かじゃあ50両ばかり持っとこうかあそしてほらねこんだけあらめ足りんだろ持ってこったねえへへだへえよいしょこれでいいやそう後の金だ後の金ちょっと具合悪いなおうおめえ布団引いてなその下にみんな入れちゃう布団にダーッとみんな入れちゃっておめえその上にこう突っ伏したらこういう具合にこうずっといいか腹がりなんて行くんじゃねえぞいいなそれ人が来たらな構わねえからもう吠えろよなんだいいんだよ早く行っといて行ってくるぞあんたしゃあねこんなのが違うんだいやーしたええー、来たー
八甲だな。また田之進の言い訳に来やがったら。冗談言っちゃいけねえよ本当に大家さん。田之進の言い訳だ。誰がそんなことするもんかい。そんなことしませんよ。大変な鼻息だな。いつもそうしてもらいてえぐらいなもんだ。じゃあ田之進払おうてえのか。払おうてえのか。払うじゃねえ、払うじゃねえ。何を言って冗談言っちゃいけねえ。払いますよ、払いますよ。そう、ほら取ってもらう。溜まってる田之進こっから取ってもらうじゃねえか。どうだい。おい、なんだよお前、どうしたんだよ。この野郎金持ちなんてことしやがって。しかも50両包みだよ。どうしたんだ。どうしてんだって、どうしたんだって本当に。驚いたらざまにや本当に。おやさん、あのね、今日湯島の天神、本日の月止め線量鶴の線、548番というのを足がこう持ってたんだ。思わずポーッときたてやつだよ。来るでしょ。じゃあ何かい、お前大富線量当たったぜえのかい。はあ、そうかい。どうだい、ポーッときたろ。水飲みね、水を。水なんか飲まなくてもいいよ。ほら驚いたな。そうか、おいばあさん大変だよ。いや地震じゃないよ。裏の八甲はな、大富線量当たったんだとさ。いや話には聞いたことがあるよ。だけど当たった人に会ったことはね、おめえが初めてだ。これで長生きできるぞ俺は。よかったな、この句で生きて。おめえが普段から一生懸命働いてな、いやいいんだよこれから先だって、まあ正直にしているからこういうことになった。もう富なんぞはもうよせよ。分かってもらってますよ。一生懸命働きますよ。じゃあ一つ早いところね、なんで、タノチに溜まってるやつ取ってもらおう。なんで、いやこんなにはいらないんだかな。こんなにはいらねえんだが、まあ一つよし、こんなにでいいな。これでな、釣りになる。なんだよ、それったかなんだよ。もっとさ、もっとほら、もっとおとりよ、ほら。もっと、いいんだよ、いいんだよ、じゃないよ。おばあさん、おばあさん、これね、これ、これ、春の小遣いだよ。おい、そんなにしなくたって、いや、いいんだよ。やっとくんねえな、世話になってんだから。今回すまないな、どうもな。おい、ばあさん、八甲がおめえに春の小遣いをくれるとよ、おめえにとっちゃな、死に金だ。さあ、ありがとう。そうか、これからまた一生懸命な、いいか。金が入ったからってんだ、遊んでるってえとな、ろくなことはねえぞ。な、一生懸命働くんだ。そうすりゃその金はいつまでもある。な、遊んでるってえとどんどんなし崩しになくなってっちまうんだ。わかるか。わかるか。大丈夫だよ。一生懸命やるよこれから。でね、おやさんね、あっしはね、今度の正月ね、年始回りをしてえと思ってね、したらいいじゃねえ、したらいいじゃねえかって言うけれどもね、かかって相談したの。ただの年始回りじゃつまんねえから、あっしはね、てめえの友達この町内をねぐるっと一つ年始回りすんのにね、いつもほらあっしのお出入り先の大人の旦那がね、格好してこのほら上下ってやつ、あいつも来て一つ年始回りしようってんですが、どうでしょうね。いいよ、やんなやんな、立派にいくらでもやんなさい。そうかい、嬉しいな、どうな。でそれについてね、ああいう格好をして年始回りをするんだ、黙ってるわけにはいかないでしょ。年始の口上っていうの一つ教えておくんねえな。まあ大体な、ああいうものはまあ紋切り型だな。新年明けましておめでとうございます、旧年中はいろいろとご口上に預かりまして本年も相変わりませると、まあこんなような具合だな。それは長すぎるよ、それは。それは長いね。これお前ギリギリのとこだよ。ギリギリのところでもね、こっちは口部長法だからね、そんな長ったらしいこと言ってるうちに舌がこうやってこう結ばっちゃうんだよ、ね、だからこの短いやつないかね。短いとまれば明けましておめでとうございますだな。おいやさん、神様をつけて脇差しでもこう誘ってんだよ、おめでとうございますなんて。でそんな格好するだけバカバカしいじゃねえ。この形に合わせてさ、なんかちょいと重々しくってね、でもってなんかこう、短いのなんかねえかい。お前の注文は難しいな。短くて重お魚形というのはいいだろうな。長松が親の名で来る魚形かななんてや。まことに短いけれども重々しくてな、春の喜びが含まれてていい言葉だな。お前みたいなこの当たり屋だ、人が必ずお前を見るってえとおめでとうございますと言うに違いないから、その時にお前はちょいとそれ身になって魚形とこう言うな。まあお上がりくださいと言われたらば英実と言って、こう帰ってくれ。英実ってのは何ですよ。いずれまたという意味だな。長い人書いて英実だ。なるほど、なるわけねえやね。おめでとうございますったら魚形って言うんだね。お花が入ったら英実ってこう言いゃいいんだ。こんなの大丈夫だ、覚えられて大丈夫ですよ。そうか、じゃあね、いずれねまた英実ということにしてね、すぐに。そうか、これから、言っといて言っといて、なんて
やっこさんカレー持ってすぐにこの甘酒へ飛んできましてね、あその時分大変なこの振り屋だったそうですな。そこですっかり支度をいたしまして、あくる日になるってえと上井戸行く大晦日には早いうちに湯に入りまして、おかみさんと二人でもっても一生懸命支度をしちゃったん、正月の支度を晩のうちからやっちゃったもんですけど、神様もつけてますんで寝ることはできない、しょうがないからってんで踏み台に腰を下ろして張っていつまでもこうじーっと夜の明けんのを待っている。そのうちに東の方が知らんでくるカラスカード持って夜が明ける、やっこさんは喜んで表へ飛び出したって、へへへへ、よーよーよー、あ来たぞ、正月は来やったんと、元日だ、だりだりやれ、えい、ほら元日だろ、どうだ、はい、みんなまだ寝てやんな、あんたしょうあーねえな、年始回りに行くったってどっから行っていいか分かんねえやな、あじゃあそうだ、親さんのところ行こう、親さんのところ、さすがだ、親さんのところも起きたら、お母さん、おお、体操立派になったな、おい、見違えたよ、五行が指しているようだぜ、あーそうですか、早速やっとくんねえ、あー明けましておめでとう、ギョケーってくだ、おお、まあこっち終わり、実ってんだ、くしょベラボーめえ、なんだべよ、え、ありがてえな、どうもな、うまくいったよ、ほらうまくいきゃいいんだよ、あとうまくいきよ、おあんなところと思っておめえ、クマの野郎がうろうろしてんな、あクマクマ、なんでハチ公じゃねえか、おい、へえ体操立派な形になっちゃったな、話に聞いたよ、よかったじゃねえか、おめでとう、よけなにいいんだよ、あとやれ、あとなんだよそのあとってのは、まあこっち終わんなさいって、よせよ、ここおらいじゃねえか、いいんだよおめえとは長い付き合いなんだからやってくれよ、変だね、まあじゃあこっち終わんなさい、実ってんだからしゃー、なんだよあいつは友達は面食らってやる、面白いね、どこ行こうかな、そうだ、辰巳のところ行っちゃうよ、辰巳のところな、まだ寝てんのかい、しょうがねえな、どうもな、辰巳のやつは、おい挑発だよ、起きな起きな、何をしてんだい、おう辰巳、はい、どちら様でございますか、たっちゃんお出かけになってますけれども、どちら様、あらまあ、あなたかっちゃん、すっかり見違えちゃいましたよ、おおこさん、どうだい、ようましょう、立派になっちゃってね、わかりませんよ、そうかい、どうしたのたつんべ、なんかね、お仲間と一緒に早くに出かけましたよ、うん、どこ行ったかわかんねえの、でしょうがねえね、ちっちゃ、せっかくほらおめえ姿見せに来たのにな、バカな野郎だ、ちっちゃ、あ、しょうがねえ、おばちょっとやってくれ、何をです何をですって、今日は元日だよ、人に会ったらなんて言うの、ああどうも愛しません、どうも明けましておめでとうございます、よけなんですか、いいんだよ、あとやっとくれ、あとあとってますの、まあこっちお上がんなさいって、昨夜遅くまで起きてましたんでまだ取り散らしてありますんでね、お上げするわけには、何言ってんの、上がらないよ、上がらないけれどもさ、引っ込みはつかねえからさ、やっとくれよ、そうですか、じゃあまあどうぞこちらへお上がりなすって、えりつーってんだこっちはみんな驚いてるよ、面白い面白い、おい来たよ、たつんべの野郎が鉄ときっちゃんと三人で大きな眉玉がしょってやってきやった、おいよーたつーおう、見ね見ね見ね、当たり屋だよ、大層な格好してやる、本当に、神様をつけやって脇差しなんぞを刺してるよ、おかしなやつだね、本当に、嬉しくてしゃあねえんだろうな、あどうしたいどうしたいんじゃない、本当に、正月だ正月だ、わかってるよそりゃ、ああそうかそうか、挨拶か、分かったよ、おめでとう、ギョギーなんだギョギー、何を言ってんだか分かんねえな、鶏が締め殺されるような声です、何を言ってんだ、何を言ってんだじゃないよ、ジョケ言ったんだよ、恵方参りの会で